ら大鼓はどこで鳴る。五条三尺空で鳴る。出世の締め込みバレンツキ十六票へ上がったら武士が戦場も同じこと勝つも負けるも力と技よ裸芸者というけれどこれも三国の花の数四川七町八百八町広いお江戸のその中で暮らす力士は数あれど下に六代目の横綱で大野松の緑の助青年時代の遺跡を不便ながらが引退しましたから現在現役のお相撲さんで一番背の高いのは高見山だそうですが昔はもっともっと大きな相撲取りがおりまして相撲の好きなお客様でしたらよくご存知と思うんですが日本に相撲というものができて一番背の高い人は享保年間の小結びで釈迦岳という人が釈迦岳名前がホラエモンって嘘みたいな名前本当におった人だこの人が相撲取りでは一番背が高い。ある時豆腐を買いに行ったらまだ豆腐屋が閉まってた。開けてくだせ豆腐屋さん。表の戸を叩いたつもりがあんまり背が高すぎて2階の雨戸を叩いた。豆腐屋のおじさんびっくりして誰じゃこんなとこ石ぶつけんのは。近所の子供が石でもぶつけたんかなと思ってどこの子じゃそんな悪いことすんのは。言いながら豆腐屋のおじさん表の戸をガラッと開けてポイッと飛んで出たらデボチンのとこへ生温かいもんがぺちゃんと当たった何かいなと思ってひょっと見たら釈迦岳のこれはっきり言えんけど まあとにかくそれだけ背が高かったそうですが能登の七尾と言いますから現在の石川県能登半島の七尾というところここに漁師のせがれで名前が長吉といって年が17歳生まれついての親孝行で別に不足はないんですがどういうわけかこの長吉が生まれついての大飯ぐらい大飯ぐらいといってもこれはもうこいつの大飯ぐらいは度が過ぎてる朝が一升昼が一升晩が一升寝がけに一升夜中に起きてまた一升一日五升飯食うこれには二親がびっくりして長吉やお前のように大飯を食われたらとてもじゃないがやってはいけん米代稼ぐのにお父さんは追いつかんいいことを教えてやるそれだけ飯が食いたけりゃお前江戸行って相撲取りになれ相撲取りになりゃいくらでも飯は食える相撲取りと言うてものう末は天下の横綱を目指して入門する者が多いんじゃが十両にもならず辞めていく人が多い幕内にまでなれとは言わんがせめて十両取りになって弟子の二人でも連れて歩けるようになったらこの七尾から親戚一同がお前の相撲を見に行ってやる江戸行って相撲取りになれお父っつぁん、相撲になったら飯が食えるかい相撲取りになりゃ飯は食えるぞ。飯が食えるなら相撲取りになろうかっていい加減なやつがあるもんで。飯が食えるから相撲取りになると軽い気持ちで相撲になったこの長吉が、後になると六代目横綱大野松緑之助と出世をするということは、二親はもちろん長吉本人も知らなかった。知ってんのは私だけ。
二親に別れを告げて出てきたのが江戸表、その当時西の関脇で竹熊文右衛門の弟子になった。ところが皆さんもよくご存知のように、何の修行がつらいと言っても相撲の修行ほどつらいものはない。寒い時でももう着物一枚で細紐締めて足袋も履かずに素足に草履履き、拭き焼き掃除洗濯使い走りに飯炊きから公約伸ばし、庵弟子から親方のあんま、その間を見て相撲の稽古をするから一つも体を休める間がない。いくらでも腹が減る。国におる時は一日五升で済んだやつが相撲取りになって七升食い出した。親方は男ですからそんなことは気がつきませんけど、家の所帯はおかみさん。ねえお前さん、どうした。能登の七尾から来てる長吉、あんなやつ暇出しなさいよ。たくさん弟子も来たけどあんな大飯ぐらい見たことがない。一日七升も飯食べる。あんなやつがおったらうちにあんたいくらお金があっても足りませんよ。親方暇出しなさいよ。嫁さんが婿さんのケツをいらった。昔から言う通り、面取りがケツをつついて音取りが時を告げる仕事が、あら今も昔も同じで、家の中で一番偉いのは奥さん。嫁さんにケツをいらわれて竹熊が、そうか、お前がそう言うなら暇出そう。長吉、長吉、親方お呼びで。そこへ座れ。己は一日七升も飯食うそうなな。お前らみたいなやつは置いといたらいくらあっても出にゃたらんわい。暇やったから出ていけ。親方そんなこと言わねえでくだせ。暇出されたって俺は恥ずかしくて国に行けることはできねえ。お願いだから置いてくだせえな。七升飯食って悪けりゃ腹が減るのを我慢して今日から六升にする。あんまり変わらんがな。文句言わんと出ていかんかい。そんなこと言わねえで。うるさいわい。これがせめての涙金じゃ、持って行けよと竹熊が狙って投げたわけではないが、一両小判を長吉にぶつけたやつが漫が悪い。眉間に当たって血が流れた。親からもらった大事な体傷つけられて長吉が己と腹は立ったけど、たとえ短い間でも師匠と呼んだお方なら手向かいはできない。わずかな荷物を風呂敷に包んで、それじゃ親方、おら恥ずかしいが今から国に帰ります。今度巡業で七尾の方に来るようなことがあったら汚えうちだが寄ってくだせ。渋いお茶の一杯でも差し上げます。大きにお世話になりましたといとまを告げて表に出た。